道人身事故ニュース速報です。2021年8月30日18時4分ごろ、東武佐野線の田島駅、佐野市駅で人身事故が発生した模様です。東武佐野線での人身事故は今年1件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。